お、いや、待って、跳ね返ってきたんですけど、いや跳ね返りはなしやろ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。よし、ってことで、ここまで戻ってきたんやけど、どうしたらいいんやろ。そうなんよ、あれがね、おるんよね。あ、そうよ、どうしたらいいんやろっていうか、前回さ、多分一番最後に、あれなんよ。これを、どこ行った？そこのゴロンのララバイを、覚えて、誰やったっけ？村長？村長の息子が眠りについたんよね。ってことは、こいつも眠らせれるっていうことなんかな？いや、多分さ、ここを進むためのさ、何か、きっと手に入れてきとるはずやけん。何やったっけ？ A、右左。A、右左。右 A。合っとる？合っとる？おっしゃ、よかった。いや、ちらっと一瞬見ただけやったけど、合っとった、よかった。どうよ。あれってあそこに腰掛けて座っとるってこと？あ、なるほど、座っとんや。普通に宙に浮いとんかと思いよった。あ、落ちた、落ちた。転がり落ちたよ。まあ、でもこれで強風はもう吹かなくなった。体力回復していきたいんやけどな。この辺ハートはなかったんやっけ。あ、待って。これなんかさ、ゴロンの姿じゃ拾えんかったんよね。気のせいかな。たまたまかな。いや、たまたまかもしれん。で、多分、おそらくこのステージ、このステージは、あれよね。ゴロンの格好が有利なのではないかな、と。やっぱそこそこでさ、そのストーリーのやつが、使っていくやつなんやと思うんよ。でね、入り口どこ？上とかやったっけね、入り口。ねえ、ちょっと待ってよ。もしかしてこれ壁登っていく感じかな？違うかな？ちょっと一旦。いや、違うっぽいな。ってことは、その辺に普通に入り口ある？え？何？どこ？あ、こっから上がっていけるか。多分これ徐々に、上、上と、ほらほらほら。向かっていけるパターンやね。いって。めちゃくちゃピンポイントで当たったんやけど。これさ、落ちてくる前にさ、これ地面に影みたいなん出とった？全然さっきそんなん見えんかったんやけど。え、何？普通に避けた？避けれるほど幅なかったと思うんやけどな。あ、あった、入り口。せっかくダンジョンに入る前にと思ってさ、回復したのにまたダメやん。え、これ何？なに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 、あ、白いやつらや。白いやつら。まだおる？もうおらん？ね、これどうしたらいい？ああ、割れた。とりあえず全部割っとこう。で、ちょっと大きいわね。こんな重いもの、普通の体格じゃ、ピクリとも動かないわよ。ってことは、これで。アタック！え？パンチパンチパンチ、おプレスね。どうすればいいの？掴む？掴んだ。なるほどなるほど、押せるのか。え、これお湯いるんやないの？え、
これお湯いるやつ。なんか他に行けるとこあるかな。あ、なんか横にも部屋があるけど鍵かかってんな。え、あ、やった、ハートありがとう。あ、ここの部屋行ける？ぽいね、ぽいね。ゴロンね、素早く動けんけん、そこだけが難点なんよね。怖っ。あそこに、え、何？なんか霊気飛んできたんやけど、横から。ね、これどうするの？え、何？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 これ、あれかな？え、でもこんな狭いところを？転がってジャンプですか？あ！え？え？落ちたら自動的に上に戻されるんかと思ったら全然なんやけど。またあっちに戻らんといかんのか。あれでも落ちたダメージ、え、ある？え、すごーい、マグマの中歩ける。まあ、そっか、ゴロンはもともと火山地帯に住んどるけん暑さに強いんか。え、マグマがダメージにならんってめっちゃいいやん。まあ、ステージによるやろうけど。え、このステージではやっぱゴロンの姿じゃないといかんね。なるほどなるほど。今のリンクの姿でさ行こうとして落ちたらもう速攻でアウトやったね。ってことはまあ落ちても大丈夫やけん、じゃ頑張っていこう。行くぜ、まっすぐ。これぐらいか。お、いや、待って、跳ね返ってきたんですけど。いや、跳ね返りはなしやろ。え、あっこで即あの丸まっとるのを解除したらいける？そういうことか。難しいんですけど。とてつもなく難しいんですけど。え、あっこで解除できるんかな。ちょっと待ってね。いや、一瞬凍ったかと思ったんよね、私。あ、凍ってしまったって思ったけど、全然普通に通り過ぎとってけん。あ、いけたいけた。ハート。よし。あれ、なんかちょっともったいないけど。こっち側もいけるのかな？ん？それは？フリーザドも知らないの？あの凍りつく息に注意してよ。私、寒いの嫌なのよ。ね、それやっつけれるやつ？これ壊せる？あ、壊せた。なるほど、壊せるのね、こいつら。ふんふん。よいしょ。とりあえずこの扉入るね。なになになに？うわー、え、めっちゃ高いな。うわー。やだ、こういう吹き抜け系のとこ。だってさ、一回失敗して落ちたら、一番下まで落ちていってしまうパターンやん。絶対嫌なんやけど。今私もしかしてフラグ立てた？嫌です、嫌です。絶対落ちない。とりあえず入れるところに入っていこう。これ押せるってことかな？ん？引き出すのか？あ、出せた出せた。どうするんやろ、これ。ここに入れるようになったってことか？あ、宝箱あった。お、開かせてくれ。はい。あ、鍵、小さな鍵を見つけた。鍵付きドアを開く鍵、ここでしか使えない。どこの鍵やろ。上にもなんか扉とかありそうやけど、曲がれんよね。別のところから行くんかな。分からん。とりあえず出よう。あっちから来たんよね。え、どっから来たんだ私。
こから来たんかな。え、ん、分からんぞ。え、私どこから来た。この扉から来た。こっちの穴から来た。ん、こっちの穴はこっちの穴で知らんところかな。あ、知らんとこやね。うえい、ちょっとビビるんですけどやめて。なにこれ、これなに、わからん。ま、全くわからん。あ、スイッチあるよ、スイッチ。イエーイ。これ何のスイッチ？あ、宝箱。でもこれ多分おしっぱじゃないといかんやつやんね。え？あ、おしっぱじゃなくていい。痛いって。はぐれ要素を捕まえた、これで一人目だ。イエーイ。なんなの、あいつら。え、なんか扉あったよね。ここ入ってこう。よし。ビビらせる系やめてくれるかな。あ、凍らされとる。なんかこういうとこ嫌やな。上からなんか落ちてこん？大丈夫？なんか雲的な。特に何も。この近くにさ、あれやない、お湯とかがあったりとかするんやないん。ん？こっちは？違うとこ？もう自分がどこから来たんか全くわからないんですけど。あれ？これさっきのとこやね。え？さっきのとこ？ってことは、じゃあここは何もなかったの？ちょっと待って、扉どれ？はい。ねえ、ここは何もなかったってこと？あー、上になんかあるな。上になんかあるけど。とりあえず、これ、この氷を溶かして、デクバナジャンプを使わんかったら、上にはいけんってことや。なるほど、なるほど。でも、ここには何もないかな。なさそうやね。じゃあ戻ろう戻ろう。んで、この扉から入って鍵をゲットしたんよね。でもさ、どこも行けんけど、この下か。ちょっと一旦降りるね。え、これさっきの場所やな。え、さっきの場所だな。あ、そっかそっか。戻るんか。入り口のところにさ、なんか扉3つあって、そのうちの1つが、こうと、またここ行くんか。嫌だな。ここはあれか？リンクでジャンプできるのかな。あ。で、もう一回ゴロになっとこう。ん？何今の。なんか上に凍っとるぞ。はぁ、あ。なんか爆発した。あ、宝箱宝箱。お、なになになに、地図かな、もしかして。ほら、ダンジョンマップを見つけた。アイテムモードに切り替えてマップ画面を見てみよう。青い部屋は行った場所を点滅するのは現在地。上下でフロアを選ぶ。オッケーオッケー。あ、はぐれ妖精おった。これで二人目。あと何人なんだ。この部屋はもうあとはいけないね。で、やっぱ結局あそこ行かんといかんのやんね。やだわー。でもあれやろう。一旦さ、一旦ちょ、壊して。でもここは壊せんのよね。あ、でもこれ、落ちて向こうに登ればいいんか。そっかそっか、落ちよう。
落下ダメージぐらいいいよ。うんうん。でもまだこっちもさ、なんか氷漬けになっとる扉がいっぱいあったけん、こっちにもまた戻ってこんといかんのよね。やだな、もうこっち行きたくないんやけど。嫌すぎるんだけど。ゴロンでのジャンプ苦手だわ。やっつけさせてくれ。攻撃さえ決まればね、一発なんや。んで、ここってことやんね。はい。開いた開いた。んで、へえ、氷漬けになっとんじゃないんかい。氷の向こうから現れたんですけど、ちょっとそういう騙しよくないよ。よろしくないよ、そういうの。ここは宝箱だけかな。あ、なんかひび入っとるとこ、殴るんかな。ちょっと開けさせて。お、何次は。何これ。あ、コンパスを見つけた。ダンジョン内に隠されたいろんなものの場所が分かった。ふんふん。殴る。あれ、ダメだな。これか。あれ、どうすればいいんですかね。爆弾か。なんかそこにまた出たんですけど。邪魔だよ。ひー、いた。もうやっつけたつもりよった一瞬。やられろよ。氷の影に隠れるんじゃないよ。てい。しかもハートじゃない。ちょ待って、爆弾爆弾。あ、爆弾ってもしかして人間の姿じゃないと使えないのか。あ、待って。危ない。あ、待って、違う。お、よし、いけたいけた。殴っても行かせろよ。次はなんだ。何、つららでしょ。外で見たやつと同じじゃない。あー、これも落とすんや。なるほどなるほど。え、ちょっと待ってね。ってことはまた人間の姿になって、次は弓矢か。道中ね、あの、矢めちゃくちゃ集めよったけん。え、待って、これどこだ？これいける？あ、別にあの、根元じゃなくてもいけるんやね。狙うの。あ。根元やったら一発とかそういうのあるんかな。えへ。いや、別にないね。どれも二発か。でもこれ落としてなんか意味あるんかな。なんたらたんにルピーが出てきよるだけな気がするんやけど。なんかある？つらら側になんかアイテムが隠れとったりとか。いや、ないね。全部終わったよ。ほら。全部終わった。なに今、なんか落ちた？何？どこから落ちてんの氷。やめてよ。もう行けるとこなくない？待って待って待って。ん？ここ飛ぶのか？あ、飛べた。なるほど。飛べたはいいんやけど、あっちの上は無理か。
ちょっとずつ上がっていくってことかな。うんうん。多分ちょっとずつちょっとずつ上に上がっていくんだな。で次は多分どこだ、こっちかな。わーい、お金がいっぱい。でこっちか、よし。でこっち、これかな。これ壊してなんかあるんかな、敵じゃなくて。あ、ところぼこや。おお、小さな鍵を見つけた。鍵付きドアを開く鍵、ここでしか使えないってことは、これでそこが開けるってことか。よし、なんか順調に進めよりやん。やったやん。うわ、白いやつらおるな。これスイッチかな。ん、何、あんたが単に上に乗るだけじゃこんな大きなもの引っ込むわけないでしょ。ドーンと上から衝撃でも与えないと無理ね。上から衝撃プレス、待って、プレス、オッケー。なんか引っ込んで他のところが上がった。こいつらさ、絶対リンクの方が早くやっつけれる。お、次の日の夜あと36時間。まあ、でもまだあと3日。全部やっつけた、よしよし。でどうするんだ。何どうしたらいいのどうしたらいいの。あ、そこにジャンプできるんかな。お、よし。あ、でいけたんか。オッケーオッケー。ってことは次これを引っ込めて、プレス、ん、あれ、ちょ待って待って待って、なんか時間制限ありそうな感じの音が。違うね、戻ったね戻ったな、違うな。多分さっきのはあったんよね。ゴロンちゃとベンは、ちょ待って待って、一旦リンクになるに、なんか切り替えていかんといかんのめんどくさいなめっちゃくちゃめんどくさいな。ゴロンはこんな身軽じゃないもんね。でとりあえずここプレスするやん。ここプレスして、であれが出てくるんやろ。でもあれやったらこっちが戻るだけやけん、一旦これ引っ込めるんかな。ちょっと待って、ちょ待って待って待って。ああ。おい。あ。あ、戻った。くっそ。やっぱ時間が。待ってくれよ。ここギリギリなんよね。で、一旦ここプレスして。で、そこが出てくる。んで、ここ引っ込めてみよう。あ。で、ここ引っ込めたら、あ、待って、いけたいけたいけた。で、ここができとる間に、よ。待って、うっしゃ、いったー。んで、何ここまたゴロンゴロンで転がってジャンプやないん。うわー、嫌だー絶対そうやろこれ。